虚構迷宮か、すげえな。隊長クラスが本気を出すとこのレベルを平然と行えるのか、人気連のご中連中みたいだな。今俺が崖な場所に行く必要はねえな。もう一般人だ。下手な面倒ごとに関わる必要もねえ。いや、一般人ではないな。東野の旦那の元で鍛えられて、今までも防衛軍の仕事は手伝ってきたんだ。私が推薦してあげるわよ。副隊長も倒している。俺も自ら力量を測った。推薦してやるよ。推薦してくれる奴らがいるんだ。ふぬけてても仕方ねえか。なるほど、町単位の洗脳、町の歪み、気配もひどいもんだな。俺が動けば建設物の被害、一般人の被害は免れない。爆発だからな。悪の組織ならそこは気にしなくてよかったんだがな。正義の組織ってやつは縛りが多くて面倒くさいな。ってことは俺が行くべき場所はここしかねえな。一番面倒くさそうだけど、俺の長所を生かすならな。情報は一切なし。相手の本拠地、無謀も無謀、だが無謀という概念が好きになる。それか突破口になる可能性もあるしな。ま、俺は悪運だけは強いからな。それで死んだらそれまでってことだろうよ。今回の敵とは最高に相性いいみたいだな。来いよ、関係なくお前を爆破させてやるよ、鉄くず野郎。オリジナル、統合はちょっと相性悪いです。爆発はこの状態でも当たります。爆発はロボである私と相性も悪い。大型どうにかなる問題では。オリジナル、メディアは無理です。逆にも手遊ばれてます。ゴキブリみたいには受けてますね。まあ、存在がゴキブリ以下なわけですし、私、別にゴキブリに嫌悪感ないので、むしろ目の前にいる奴の方が嫌悪感をすごく感じます。虫図が走って鳥肌ものですかね。私の弱点を的確に狙うなんて、おかげで遠慮なく暴落ににお任せれますよ。二人とも、休んでくださいね。それまではこのままキープしてますので。久しぶりに見たけど、相変わらずだな。というよりオーラがある分以前より立ち悪いな。ここまで圧倒的だから私も安心して休めるかな。今のうちに攻略をするよ。メリアちゃんは見られそうにないし。いや、俺も渡したから見てるぞ。闇雲に走ってきたからわかりませんでしたけど、マップがあるなら次はしっかりと考えながら進まないとですね。私を馬鹿にした罪を与えないとですからね。あの青虫にはね。うるくな、手足ちぎりますよ。すげえな、倒しながら見てると。これが実力者社会、やってることが別次元すぎるよ。ピシオン、お前、初めて戦ったけどどうなってんの。なんじゃく、筋肉の重さは生命力の重さ。お前ごときに持ち上げられるほどこの霊で、軽い命ではないわ。みたいな銃口で濃縮されたマッスルに容易に潰される。ああ、いい説明のことを考えると哀れすぎて筋肉汁が出てしまう。こやつ、衣が目立っているのに能力を使ってやがるからか。この脳筋野郎。私、思うんだ。もうあの人に任せておけばいいんじゃないかなって。ん、どうしたの、耳、なんかさっきよりも震えてない？うちあの肉壁苦手なんや。なんか何しでかすかわからんというか、なんちゅうか。私が耳やスケア様に抱いてる感情に近いものか。はぁ、硬い筋肉だ。俺が筋肉が感知することを手取り足取り教えてやろうか。何、気持ちよくしてやるよ。結構です。自分ほどなんで、という仮説なんで、筋肉ないんで、関節は潤滑油なんで。照れるなよー。そんなに照れるとこっちまで照れちまうだろう。照れてない、ほろに感情ないんで。ちはぁ、もう体は正直だな。なんだろう、生理的に受け付けないって気持ちがわかるかも。だから言ったやろ、あれは関わったらあかんやつや。水色もやしの方がマシや。主様があんなタイプじゃなくてよかったー。待って、今俺がいるのは52番だから伝え進めば隊長のところだな。わかるぞ、隊長は筋肉が足りなかったからこんなことを。こんな大掛かりなことをするくらいなら俺に相談してくれれば。ノーマッスルガールズ、ここは危険だから出口まで行こう。一緒にこの筋肉も行ってあげるから。大丈夫です。後ろの青い子だけお願いします。なんでや。冷静になりなよ。耳はもう戦えない。でも私とスティア様は戦えなくても自分の身は確実に守れる。なら耳はあの人と一緒に行動するべきだと思う。安全性や。なら不本意やけど主に助けられるか死んだ方がマシや。君たちの都合は関係ない。一般市民の安全を守るのが筋肉の役目。おとなしくついてきなさい。このマップだとこっちが出口か。ハルドラの問題についてわかる。メリアちゃん。わかるわけないわね。オウカちゃんは虫の考えていることわかる。あと、私は迷宮攻略はできますけど、ハルドラ攻略はできません。さすがに能力なしで虚構支配を制圧するのは、ここまでの空間を作られている以上あまり勝率を見込めないので。
どちらにせよ今迷宮内にいる人では少なくとも攻略は可能でもファルドラ問題やファルドラ撃破は不可能でしょう。攻略可能者が迷宮内に入ってくるまで私たちは体を休めて情報を渡しましょう。二人は休んでいてください。それまでの間は私がポンコツの相手をしていますので。ホロドラ軍機どうこだ。絶対メリアさん単体で勝てると思うんだけどな。ふん、でこの情報の正確性は 50% くらいかしらね。出口が定められているのに入り口は適当っていうのはちょっと気になるし。とりあえず言えることはファルドラ問題だな。天使閣に行って最悪戦うことになった場合、ヘルナはファルドラに勝てるのか。普段なら 10% だけど、ここまでの結界もう隊長の術中だとするなら 0% 技や力、技術以前の問題ね。シュー、ちょっとこのまままっすぐ進んでまた戻ってきて。人使い荒いな。自分で行けばいいだろうに。ヘルナさんの調べたいことがわかった。多分気づいたんだ。だってこの空間天使閣に向かって進んでいるはずなのに、以前も見た風景だからね。ふう、ひとまず安心かな。あとはファルドラを倒せる人が来てくれれば。なあ、オーカ、俺はずっと疑問に思っていたんだが。どうしたの、カナネくん。多分このマップ、フェイクだ。いや、正確にはホロドラが動き出してから、このマップは意味をなしてない。どういうこと？俺はオーカに言われて東側に走った。つまり適当に印をつけたけど、45の部屋から東、つまり53の部屋にいないといけないんだ、俺は。そこでメリアさんに助けられて、西に向かった。だけど45の部屋に戻らずに別の部屋にたどり着いたんだ。最初は俺もホロドラと戦っていたからな、東西南北を間違えたんだと思った。それでメリアさんにマップを渡してここまで帰ってきたんだが。とりあえず筋肉のカゴがない子供たちは気をつけて歩くのだぞ。返事は、筋肉で返事できなくても生体で返事できるだろう。全然言うこと聞かないじゃん、今時の子。女子供を見捨てたとなってはこの筋肉の汚名を受けるというもの。おい、いつも目たたるい筋肉。なんじゃ、あの氷の部屋、時間差で水浸しにでもなるのか。木が生えてるからさすがに違うか、なら別の部屋に飛んだ、だが地図通りに移動したのだがな。クソ暑いな、さっさとさっきの森林エリアに戻ろう。どこだ、ここ。まさか、あのマップは。進む方向に対して似たような風景を何度も、つまりランダムに転移しているわけじゃない。シューも帰ってこない、確定ね。入るたびに部屋の東西南北が変わっている。風景はそのままで、ただ方向だけが違う。それが虚構迷宮の本質だ。最初の認識とマップの見た目を利用したトリックだ。つまり、俺たちは最初の認識でマップとルールを把握していたから東に行けば東側の部屋、という認識だったけど、このように変わっている。つまりマッピングはできるけど思い通りには進まない。これは想像以上に厄介だぞ。わかりやすい希望を見せて、実はって話だね。ひねくれている、いい性格しているよ。ゲームの世界だとダークヒーローだね。オッケー、だから外側に出口を設置したんだね。この場合一番正確なのは壁に沿って歩く。そうすれば外側に位置する各出口、天使閣、摩天楼に到着する。だけどミスして出口に出ようものなら二度と攻略のチャンスを失う。逆に天使閣に向かおうとしてても上下の感覚は同じ。つまり天使閣に向かっているのか、摩天楼に向かっているのか、それが壁に沿う程度だとわからないようにできている。少なくとも天使閣と摩天楼の方向を理解するためにも相当な運と知能が必要となる。結構シビアかもね。このマップ配置はガチャ救済処置じゃない、ファルドラ攻略者を貶めるためのトラップ。この謎の部屋と部屋と続く出口、おそらく計算外だったから色を塗ったんだと思うけど、それはファルドラ側からしたらファインプレイ。だから地図にそのまま修正せずに乗せたんだ。グループで言うと若手体重マッピングはやり直し、でもこっちにはメリアさんがいる。トラップにかかって出口に出たらマップと迷宮の情報、そして有力な戦力を失うことになる。私だけ、でもそれだとホロドラに殺される。つまりファルドラが言っているのは、力なき者は真実にたどり着けない。力あり着物は真実を切り開くための強運と知能、力を試す。これはお遊戯じゃない。僕が行う選別、僕の求める課題の答えに弱者は必要ない。虚構迷宮の仕組みを理解した攻略者はその場から動けなくなってしまった。むやみに動いてしまったことにより、今までの情報が正確でなくなってしまったためだ。どこだよここ、わっけわからん。逆に仕組みを理解していない人はマップに惑わされ、居場所がわからなくなり、その場に居座る者はホロドラの洗礼を受ける。しかもホロドラは成長し、学習する。同じ手は通じない。つまり迷宮内に居座り続けるのも不可能となっている。私がすること、それは攻略に最も近い存在を導くこと。そのためにメリアさんと一緒に行動してリスクを承知でマッピングを完成に近づけておくこと。それが
来てたの。私はご主人のためにこの旅行の影響を暴く、そしてその情報を私がご主人に渡す。それが私の役割。できるかまねをしたくせんですこみですが、さよならの狙い通りになりますからね。こうしてただ時間だけが過ぎていった。へえ、センスあんじゃねえか。てっきりまがまがしい空間と空間をつなぎ合わせたようなノーセンスの塊空間かと思ったわ。それでこの虚構迷宮、世界最強はどう攻略するんだ。攻略、若いよな。俺がこの虚構迷宮をテストしてやる。どれほどの代物か、完成度か、その上で無慈悲に緻密に練られた迷宮を解明させてやる。俺色に奏で、そして染まれ。オンリーマイ、メロディー。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。